様子見てみます。結構ね水面に出てるんでちょっとトップがいいかもしれないですね。お、来た。あは、残念。今の結構でかかったね。トップだな。取っちゃった。うそ。うそ。あぶねえ。まだここにある。取るよ。あ、やばいやばい。どこ行った。危な、危な。なんで取れちゃって。危ね、危ね。やべ、しかも釣れてるし。あ、外れちゃった。んだよ、危ね。よかった。
めっちゃく、よし。めっちゃ稼いな今日。外れた。これ一発でかい。これちょっとでかそうだ。
来た来た来た。来るとめちゃめちゃ一気に来る。でも食わない。来るもんね。ほら。来た。やべ、葉っぱに引っかかった。おい、葉っぱ。なんで食わない。でかいね、これ。やっぱこうやって音を立ててやると結構寄ってくるよね。やっぱ音を立ててやると活性がめちゃめちゃ上がる。
し。これは60あるね。のラスト。よし。これもでかいな。うわ、やべ、ラインに当たってるわ。あれ、どこ行っちゃった。やべ、飲み込んでんじゃん、これ。やばいやばいやばい、やべ、切られる、切られる、切られる。おお、やばい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 、切られる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 。おーし、あ、出てきた。最後これ60オーバーです。余裕の。ほら、でかい。最後アップで。やっぱ今日はホッパーがめちゃめちゃ調子いいっすね。よし、終了です。はい、今日はね、もう3時になりましたので終了したいと思います。今日朝からずっとトップが良かったですね。今も見ての通り水面にかなり出てくる魚がいるんですよ。でこれからも多分もっと釣れると思うんですけど、ちょっと胸が痛いんでね、終了します。それで今日の、ルアーなんですけど、まず朝にこのホッパーから始まったんですけど、でこいつもかなりちょっとよくて、一番のおすすめのルアーなんですけど、その前にね、その後にかバズボールってやつやったんですけど、そいつもかなりいいルアーだったんですけど、切られちゃいました。スイーニー、ここと、あとこのスプーンですね、コンマ 6g のスプーンで、これってまあやっぱ着水と同時にフォールで食うって感じでしたね。今日はやっぱ軽いルアーの方がここはいいと思います。巻いてくるよりフォールで食わせるっていう形の釣りの方がね、ここは圧倒的に超過があります。でその他にもあとトップのルアーで、どれか、これか、こいつ、こいつフローディングなんですけど、こいつも投げて着水と同時に食う時もあったんですけど、こいつをちょっとアクションかけてちょんちょんと水面で動かしてやると魚が反応して食べるっていう感じのものも多かったですね。でやっぱ今日一番おすすめのルアーはこの、どこだ、ポコポコ F って書いてあるんですけど、ちょっとメーカーちょっと分かんないかな。こいつがね、めちゃめちゃ調子良かったです。着水と同時に食う時ももちろんあるんですけど、こいつを着水させてしばらく置いてからまたこうアクションかけて音を立てて上げてまたステイさせる、このパターンがめちゃめちゃ今日は良かったですね。だいたいアクションかけて音立ててやると近くの
トラウトって結構みんな寄ってきて、なんか奪い合いみたいな形で個別を打っていました。まあ、全部ねやっぱね途中で見切られるっていうのもあるんですけど、これで今日何匹かな、多分20匹ぐらい釣れたんじゃないかなと思います。今日はやっぱトップですね。今もこう見るとあの辺すごいですよね。全部こう水面に出てるから、かなり今日はね活性が良かったです。またぜひ皆さんもね、今から結構いいシーズンなんで、紅葉も今ちょうど満開ですね。まあ、ここ空いてるんで、もしよかったら時間見て来てみてください。それではちょっと胸が痛いので、今日はこれで終了します。どうもありがとうございました。